どうもしげしげです。本日も無課金サブサブ赤コラボ禁止しげドラやっていきましょうということで、本日はちょっと金曜日の飲み放送直後なんで若干滑舌も悪いんで気をつけていきたいんですけれども、メモリアルガチャ、こちらをこのアカウントでも引いていきたいと思います。メインアカウントは究極コレクティビー、しげパズは昨日上がってます。でふみちゃんも上げてます昨日で、今日シゲドラやっていくんですけれども、ラインナップはもう確認しなくてもいいですかね。あと式神使いとあやかしガチャね、復刻めちゃくちゃ早かったんですけれども、こちらも来ておりますので引いていきたいと思います。はい、じゃあもう式神からいきましょう。セイナ、リュウメイ、ミカゲ、セイナ、リュウメイ、ミカゲ、お、わーびっくりした。このアカウントの式神使いとあやかしガチャっていうのがもうね、薄いで言うと、これで8体目ですね。もうすごいことになってんすよ。すごいことになっていて、ちょっと一旦見ましょう。あのね、まあコラボ禁止でやってるから必然的にこうなっていくのかなっていうのはあるんですけど、はい、とりあえずこんな感じで、まあ星6とかで言うと大きはもう4体いて、薄いはさっき見たやつですね。で空間は1体しかいなかったと思うんですけど、白泣きで言うと 1,2,3,4,5 体とかとか、あれ星6ってそんなもんだっけとか、まあそんな感じで、まあ、めちゃくちゃ被っていくんですよ。でまあ聖な竜明御影っていうのが 1.5% ぐらいしかないんですけど、もうそこを狙って以外の目的で引く理由がないんですよね。そう、だからめちゃくちゃ悩んでるんですけど、まあさすがにその3体って今パズドラ本編の中でも最強クラスに強いキャラなんで、今日ちょっとメモリアルガチャと合わせて石使ってダイヤが出るまで引いていこうかなって思います。そうしよう、まあ今決めたんですけど、魔法石は無料配布分で136個溜まってます。最近マーベルコラボからのストファイコラボでコラボ続きなんで使うところがないんですよね。なんでどんどん溜まっていくんですけど、まあ今日式神ガチャ引いちゃっていいかなと思ってます。すごいね、話があっちこっち行ってますが、一旦メモリアルガチャ引いていきましょう。150はダイヤが当たり、金だったら初期の神ですね。ほぼアマテラス、アマテラスはいっぱいいた気がする。あ、めちゃくちゃいるな、超転生4体だよ。そう、あのね、コラボ禁止でやるとね、結構皆さん楽しいかもしんないっす。本編に全突破できるんで、結構ね、モテる。モテモテです。あ、ネフティスだ。ネフティスは2体目っすね。転生持ってたかと思うんですけど。はい。そんな感じ。次500。これはカニゲン。先日ドットナポレオン作って超限界突破させました。金ってことはエンハンス系ですね。はい、シーンは、あ、武器作ってあるか。まあ、本体作ってもいいね。うん、 2.5 秒伸びます。そんな感じ。次700。あ、このアカウントね、1000いってないんで1000ガチャはないです。先に言っておきます。先って言ってももう半分ぐらい来たけどね。はい、700はだいぶ美味しいよ、こっからは。おー、カンネイか。カンネイ持ってないっすね。で、超転生待ちか。まあまあまあ、悪くないキャラなんで、超転生になってなんか、もっと尖ってくれたりとかしたらいいなって思うキャラなんですけど。はい。次800。こっからはもうほぼ大魔女というか、フェスゲンというかが出ますね。シェリングフォードとか出るか。シェリングフォード来い。シェリフォ、おー、ベロアか。ベロアは先日あれっすね、大魔女交換メダルで初ゲットしたっていうやつなんですけど、全然これ暖房武器ありなんで被って OK だし、大魔女交換メダルゲットしてよかったっていうキャラっすかね。はい、ポチポチで大活躍しております。ではラスト900やっていきまーしょしょ。初ゲット、初ゲット、初ゲット、ほいほいほい。あー、サレーネか。2体目だな。あ、3体目だ。
3体目 JSOUL BROTHERS ということで、サレーネが3体か。まあこういう感じなんですよ、マジでコラボ禁止でやってると。こういう大魔女とかもね、もうどんどん被っていく一方なんです。だからもっと本編のキャラ増やしてほしいなって思うんですけど、今予定されてるので言うと、あれだね、滞在竜と鍵の勇者が復刻するけど、次は新キャラとかパワーアップ入れるから今調整中みたいなことを村子さんがツイートされてましたね。それちょっと楽しみですね。滞在竜鍵の勇者も、村コレとかでグレオン引いて2体いたりとか、まあでもそれで言うと他のキャラは持ってないので、他のメニットとかアムリネアも持ってないし、フェルルもユークスもいないもんね。そうで、ラマモアは1、2体いた気がする。2体かな。あ、2体いますね。とかなんで、まあ滞在竜来たら全突破でもいいでしょうしって感じか。そんな感じです。とりあえず今日は残り、式紙をダイヤが出るまで引いていきたいと思います。いやー、龍明、三影、セイナ、どれかしら引ければ結構変わってくるんだよな。その、まあ、この間までの話で言うと、それぞれ神引きはしてるんですよ。その、バレンタインのタイミングだったりとか、もう正月もリーチ引いてるし、クリスマスでも、あれ引いてるし。で、ハロウィンでもあれ引いてるし。マドゥか、マドゥとか引いてるし、いい感じに来てるんですけど、式神がね、追っても追っても星7が出ないってことで、まあこの無課金の辛さっていうのが顕著に現れてるのかなと思うんですけど、だから美課金の方とかはマジで星7確定を買った方がいいと思ってます。はい、そんな感じで、あ、ちなみに今ツイッターでキャンペーンしていて、星7確定分のギフトコードワンチャンあげるんで、ぜひ興味のある方はキャンペーン参加してください。はい、前置きが長くなりましたが聞いていきましょう。もうほぼほぼ諦めてるけどね。まあダイヤが出て被るなら空間がもうちょっと足せればいいかなっていう感じで、よろしくお願いします。ダイヤなら星7か空間、金卵ならもう何でもいい。フラクか、ポンポコはね、あーもう4体4体1体だわ。いやもうダメだよな、正直この状況なら引かない方がいい、絶対引かない方がいい。でも結果的に星7を引けば引いてよかったってなるんで、そこですね、ゴールは。おお、シルク出るんだ。シルクは2体目かな。オッケーオッケー、よっしゃい。まあ、フラクで言うとね、今ストファイコラボで竜っていうキャラがいるんですけど、あれの究極進化の闇のやつがね、闇4個以上で何倍とかで、で常時半減もあったり HP 倍率もあって、でコンボ加算もあって、システムのリーダーとしてなかなか優秀っていうね、いうのはありますね。なかなかコラボ禁止だとシステムも組めないんだよね。ダイヤ動け。あー、薄いかー。いやでも待って、これ酔った勢いってことで引いちゃおっかな。もうワンダイヤ、いやでももうワンダイヤが地獄なんだよな正直。あ、押しちゃった、押しちゃったらもうしょうがねえ、押しちゃったらしょうがねえ、押したらもうあと楽しむしかねえ。お、ああ徳川家康、へえ、初ゲットじゃない、初ゲットっすね。これまあ転生進化もいいけど、やっぱ武器かな。お邪魔4のスキブ1、お邪魔4のスキブ1でいうと上杉っていうね、最強の吸収無効武器ありますけど、このアカウント持ってたっけか、持ってたと思う。あ、持ってるわ、持ってますね。まあ使い分けというかですかね。いやー、石持ってると止まれねー、マジでダメな大人。おー、出るよ。あー、空間か。うわー、いいとこ来たな。空間はこれ2体目だから。いや、いいとこ来たな。終わっとくかー。終わっと
こう。今終われば106残る。いや、100残ればいいんじゃない？あ、引かなきゃ終わった。あ、引かなきゃ終わった。引かなければダイヤで気持ちよく終われてた。つまり、これはもう次ダイヤが出るまで行くしかない。いや、ダメな大人マジで。あ、終わります。これはもうマジで終わりだね。空間3体目ってことはもう全形態作れるし、で、知らなき5体いるし、大きいもいっぱいいるし。いや、これはもう無理よ。新キャラ追加とかしない限り引かないよ。大きい4でしょ。で、薄いが8とかいて、6、7、8でしょ。で、空間が3でしょ。今日2体引いて。で、知らなきが5とかでしょ。いや、これはもう引かないよね。いや、無理だ、聖なる竜明御影は。マジで無理だ、引けないわ。1.5%。式神、撤退。まあ、予定より多く引いちゃいましたけども、まあ、きっぱり諦められるところまで来たのかなということで、まあ、次の復刻の際にはね、なんか新キャラとか、いい感じに星6にもたくさん追加してもらって、いや、たくさん追加したら、星7の確率減るか。星7にね、たくさん追加してもらって、そうですね、あとは滞在流で、まあ、情報修正の入ったユークスとかフェルルとか、その辺引けたらいいなという感じですかね。はい。ということで、本日はたくさんガチャを引いてしまいましたが、入手順見ましょう。こんな感じで、メモリアルでゲットしたフェス限でいうと、ベロはサレーネ。で、そこからレアガチャを引いて、まあ、ダイヤで言ったら薄い空間2体という結果でした。なかなか難しいね、本当にコラボ禁止アカウントっていうのは。新キャラの入手の難易度が高すぎる。交換所あったらいいんだけどね。ということで、本日は以上です。チャンネル登録、高評価、何卒よろしくお願いします。本日は以上です。さよなら。